こんにちは、外井です。どうしてそんなに切れてんの？腹が減っているんだ。まさか何も食べてないです、2人とも。本当ですよ、今日のこの企画のために僕は昨日の夜9時ぐらいに夕食を食べたきり何も食べていません。今現在翌日の12時10分を回ったところです。ということは何時間？27時間ぐらい何も食べていないんですよ、僕は。ということで本日はある挑戦でございます。僕意外とこう見えてそんなに食えないんですよ。そんなに食えないんですけど、大食いに挑戦していこうと思います。サムネとタイトルを見ればわかるよ。サムネとね、タイトルを見てくれればわかると思うんですけど、すき家のキング牛丼をね、一人で食べてみたいと思います。買ってまいりました。キングはお持ち帰りができませんので、メガ牛丼2人前買ってきたんですけど。え、待って、これこれ1人前だからね。1人前だったらペロっていっちゃうな。1人前だったらできるかもしれないけど、これ2人前あるからね。2人前でキング牛丼1人前分ぐらいですから、これですよ皆さん。ほらで、これでもし俺が食えなかったら、リーサルウェポンがいるんですけども、僕が食えた場合、この人の夕飯は今日はお預けですので。やだ、頑張って食べたいと思います。食べないでください。牛丼、キング牛丼完成しました。それでは佐藤弘樹の挑戦が始まりますので、いきますよ。それではいただきます。あ、うめえ。今日一食目、うめえ。うめえ。ご飯っていいね、いいね。牛丼ってうめえな。はい、今半分ぐらい来ました。何分経った？6分です。6分半で今ここまで来ましたけど、吐いちゃう。汚いね、ゲロ吐きそうじゃん。やばいよそれは。その音はやばい。彼がこの状態なんだよ。いやー待って、お前に今日晩飯食わせないからね。俺はな、なんで俺こんな食えないんだろう。これ何も食わない作戦が裏目に出てるかもしれない。食べたい。突然食べたからこう胃がびっくりして吐き気を催してる可能性が高い。待って、マジで。ちょっと俺これ根性なさすぎじゃね。これは肉だけでも全部食べる。あ、でもご飯あとちょっとじゃん。ほら、肉を溶かしたらあとご飯もちょっとです。頑張ってきたよ結構。Help! Help! Help!チャーハン食べるわ。ヘープ、仲良く食べよう。牛丼がゲロになる前に仲良く食べよう。半分以上食べたよ。3分の2ぐらいは食べた。ご飯あと並盛り1杯分ぐらいしかご飯ないですから。肉はたんまりありますけどね。これすごくね、完食してる人いんの。はい、ということでご飯3分の2ぐらい食べたんですけど、それ僕の胃がもうね、外に出しなさいって訴えかけてくるので、さあしこだーい。はーい。あ、少ない。男の人のやつで言ったからね、うん、箸で食べて、空気も一緒に食べて、お腹いっぱいになってる。そうなの？残すところこれだけでございます。それでは行きましょう、最後の一口。いただきます。入っちゃう、入っちゃう。はい、ごちそうさまでした。しんどいよ。ということで、ぜひ皆さんもメガ牛丼じゃないわ、キング牛丼食べる際はお気をつけて食べるようにしてみてください。僕は3分の2ご飯を食べた時点で限界でした。それでは次回、サブウェイの巨大サンドイッチ食べてみたでお会いしましょう。バイバイ。演出とかじゃなくて本当に吐きそう。乾杯。